横に休憩スペースがありますね。で、この上行きますと、お、なんか施設らしきところにやってきましたね。ここは果たして何だろうか。案内所です。なるほど、この島の案内所ってことか。そしてここは雲の国をイメージされて作られたみたいです。これはかなり幻想的な空間ですね。お、すげえな。先に進んでいきましょう。お、右の方には図書館がありますね。で、さらに進んでいきますと花畑にやってきたわけなんですが、ここは果たして何だろうか。かなり広い庭になってますね。アンパンマンの顔に、あ、なるほど、そういうことか。はい、どうも、しゃちくです。本日も島訪問やっていきましょう。で、本日訪問させていただく島なんですが、なんとですね、皆さん大好きアンパンマン要素が満載の島になっております。で、アンパンマンの前デザインをかなり多用していて、で、アンパンマン系の施設が多いのかな。プレゼントありがとうございます。で、まずは1つ目街灯ですね。で、2つ目が猫車で、3つ目がサーフボード。おお、それぞれジャンルが違いますね。わざわざありがとうございます。まあ、特にね、自分のためにプレゼントなんで皆さん用意しなくていいんで、なんか最近ね、いただきすぎて申し訳ないですね。はい、まあそういったところでね、趣旨としましては島訪問なので島の方をね、見ていきたいと思います。ちなみにいただいたプレゼントに関しましてはしっかりと保管させていただいております。さあ、そういったところで早速案内していただきましょうか。おお、早速アンパンマンの道ですね。マイデザインで作成されたようです。そして島主さん自体がアンパンマンになりきってるのか、非常にアンパンマンに似ています。で、帽子にはアンパンマンの顔が示されてますからね。まあそういったところでどんどん進んでいきましょうか。で、まずは砂浜の方に行くみたいです。で、こちらなんですが、お、食パンマンだ。で、ドキンちゃんもいるね。おー、すごいクオリティですよね、マイデザイン。これはね、自作されたみたいです。いやー、マジですごいよね。で、砂浜にもアンパンマンがいますね。まさにアンパンマンの島。横に休憩スペースがありますね。で、この上行きますと、お、なんか施設らしきところにやってきましたね。ここは果たして何だろうか。案内所です。なるほど、この島の案内所ってことか。ではですね、ここでパンフレットをいただきましょう。あ、本当だ、後ろの方に、まあ、書類が積み重なってますね。あれがおそらくパンフレットだと思います。さあ、道なりに進んでいきましょう。で、今度は何だろう、ここ、おお、ケーキが売ってるよ。おそらく町のケーキ屋さん的な感じでしょうか。で、そのケーキ屋さんを過ぎていきますと右の方に橋が見えてきました。で、そこは渡らずに左の方に行くと。で、こちらは何だろう、まあ、住民の家だと思うんですが、お、なんだ、ここは赤ちゃんマンの、あ、待って、すごいね、左へ赤ちゃんマンの家をイメージされてるみたいです。ここやべえな。かわいいね。家の庭作りにもこだわってるってことですね。さあ、そういったところでマイデザインで作ったこの道をどんどん進んでいきましょう。で、家具の配置も非常にうまいですね。ここの街全体に置かれている家具の数が非常に多いんですが、まとまりがあって非常に綺麗だと思いますね。さあ、そういったところでまた新たな場所にやってきたわけですが、今度はですね、家があるみたいですと思ったら学校か。なるほど、ってことはここは校庭ってことですね。いやー、なんか懐かしいね、校庭って。さあ、そういったところでせっかくなんで学校の中に入っていきたいと思います。学校の中にやってきました。これは懐かしい気分になれますね。そして学校なんですが、ところどころにアンパンマン要素もありますね。
で、人体模型であったりとか、まあ、地球儀であったりとか黒板であったりとか、あとはまあ実験スペースか、そういった学校に関わる家具が配置されております。で、顕微鏡もありますね。で、世界地図か。いやー懐かしいねこれ。さあ、全体像はこのような形になっております。後ろにはホワイトボードもありますね。さあ、学校後にしましょうか。で、こちらなんですが、カレーパンマンだ。おお、久しぶり見たな、カレーパンマン。元気だったか。で、その前にちょっと待ってくださいね。マップオンにしましょうか。で、こちらなんですが、カレーパンマンのカレー屋さんになっているそうです。かなり規模が大きいですね。まあ、せっかくなんでカレー食べていきますか。おお、すごい出来栄えだ。そして、カレーパンマンのカレー屋の下にはバニラ姫のアイス屋さんもあるそうです。おお、カレーを食べてからここでアイスも食べられるってことか。いいね、デザートにアイス。さあ、そういった話はさておき、左の方にやってきたわけなんですが、ここはなんか雰囲気がちょっと違いますね。で、アンパンマン要素も所々にあると。で、このまま進んでいくと何があるんでしょうか。お、左の方にちょっとしたアトリエらしきところがありますね。で、右の方にやってきました。で、こちらにはエイブルシスターズがございまして、さまざまな服が販売されております。左手の方にもアンパンマンのベンチがありましたね。いや、本当にアンパンマンの島なんですね。全てがアンパンマンで回ってるみたいな。さあ、上の方にやってきました。で、こちらなんですが、イベント会場です。おお、ここでアンパンマンのイベントが行われるってことか。おお、すごいね。では先に進んでいきましょうか。で、この先にはこういった光景が広がっておりまして、で、アンパンマンミュージアムを意識して作られたみたいですね。そしてこちらには展望台もあるみたいです。さあ、そういったところで今度は下に降りていきましょうか。で、下に降りていくと雰囲気がガラッと変わりましたね。ただ地面を見ていただいたらわかると思うんですが、なんとですね、バイキンマンがいます。まあ、こういったところにもしっかりと、まあ、バイキンマンとかアンパンマンが活用されてるってことか。そう、地味にね、今アンパンマンもいたんですよ。お、またまたカレーパンマン、食パンマン、アンパンマンということで、いや本当にすごいな。なんか至る数がさ、アンパンマンになってますよね。さあ、新たなエリアにやってきました。で、ここを進んでいきますと、先ほどのところに戻っていきます。さあ、そういったところでどんどん進んでいきましょうか。で、今度はですね、右の方に行くみたいです。お、なんかすごいところにやってきたぞ。ジャンプしていきましょう。お、ロールパンナちゃんもいる。メロンパンナちゃん、懐かしいね。で、こちらには博物館があるみたいです。で、島の石さんがドキンちゃんに着替えていくということで、ここから先果たして何があるのか非常に楽しみなところです。さあ、進んでいくか。で、バイキンマンで、カビルンルンか。で、これは何だろう、バイキンマンとドキンちゃんの家ってことか。お、これは楽しみですね。家の中にやってきました。おお、すごいクオリティですね。こだわりが感じられます。で、右上の方にはバイキンマンのクッションもあるのか。で、こちらがバイキンマンの家ということで、家っていうか部屋か、部屋ということで、で、実験スペースも再現されてますね。おお、すごい。で、バイキンマンのベッドもあるということで、まさにバイキンマンの部屋ですね。で、奥がドキンちゃんの部屋になってるみたいですね。奥の部屋にやってきました。奥の部屋はこのような形になっておりまして、で、ドキンちゃんということで食パンマン様の花帽が飾ってあると。いやー、ドキンちゃんと食パンマン、結局あれって付き合ってないですよね。どうなんだろう、ドキンちゃんが
食パンマンに対して一方的に好意を寄せていて片思いしてるって状態ですよね。いやー、食パンマンか。確かにこう見てみるとなかなかイケメンですよね。さあ、そういったところでドキンちゃんの部屋の全体像はこのような形になっております。では部屋を後にしましょうか。博物館の前まで戻ってきました。で、今度はですね、博物館の上の道に行くみたいです。さあ、この先には果たして何があるのか。お、音楽スペースだ。しかも2段構成か。これはかなり大規模ですね。で、マイデザインを利用して作成されてるみたいです。で、こちら全体がイベントステージになるってことか。これはすごいな。せっかくなんで2段目上がっていきましょうか。おお、眺めもいいよ。で、後ろには海がありますね。控え室も作ってるみたいです。で、こちらが控え室になるわけなんですが、アンパンマン要素が満点ですね。これはかわいい。シンプルなパネルにアンパンマンの前デザインを貼ってるみたいですね。さあ、イースターの卵もしっかりと活用されてます。ただイースターの卵もこう見てみるとかなり汎用性高いですよね。まあ、遊園地で使えたりとかイベント会場で使えたりとか。で、こちらにはトイレとあとは裏方用の、まあ、スペースかな、まあ、そういったところが、まあ、存在するみたいです。再び博物館のところまで戻ってきました。で、こちらなんですが、なんとドキンちゃんのアクセサリーショップになってるみたいです。これは可愛いね。まさにドキンちゃんのイメージにぴったりだ。で、道なりに進んでいきましょう。で、今度はどこかな。これは、お、雰囲気がガラッと変わりましたね。こちらは温室になってるみたいです。なるほど、だからこんなに植物がいっぱいということか。で、ステンドグラスは、おお、ステンドグラスはなんだ。勇気の花を守るリンリンです。続いて右の方にやってきました。で、ここはまたまた雰囲気がガラッと変わりましたね。エリア分けがしっかりとされてますね。で、ここなんですが、どうやらハンバーガーキットのエリアになってるみたいですね。で、机の上であったりとか、まあ、机っていうかテーブルか、まあ、テーブルの上であったりとか、まあ、屋台の上にハンバーガーが置かれてますね。なんかここに来たらハンバーガーが食べたくなりますね。さあ、そういった話はさておき、先に進んでいきましょう。で、今度は斜めの橋を渡っていきますね。今度は島の右側のエリアにやってきました。ただいま右下の方におります。さあ、こちらは何だろう。おお、あそこは畑になってるってことか。で、さらに下に行くみたいですね。リンゴ坊や、リンゴ坊やに変身したということで、周りが果樹園になってますね。崖の上に果樹園か。これはまた新しいね。で、砂浜の方にやってきました。で、ここにもアンパンマン要素が満載になってますね。そしてひっそりとピョン太郎もいますよ。さあ、砂浜はこんな感じになっております。そして休憩スペースもあるみたいですね。右の方には食パンマンのサンドイッチのお店も存在するみたいです。おお、すごいな。だけどサンドイッチ今めちゃくちゃ食べたいんだよね。やばい、腹減ってきたわ。実はまだね、ご飯食べてないんだよね。さあ、そういったところで先に進んでいきましょう。で、またまた屋台がありますね。おむすびマンだ。なるほど、ここにはおむすびを売ってるってことか。いいね。おむすびとサンドイッチか、どっちも食べたいわ。そして先ほどの和風の家はおむすびマンの家になってるみたいです。さあ、そういったところで進んでいきましょう。ローラン、こんにちは。右に見えるのはポポッちゃんっていう赤ちゃん SL になるみたいです。奥の方に行きますと、アンパンマンや食パンマン、カレーパンマンなどヒーローたちが体を鍛えるスペースになってるみたいです。すごいな。そこまで考えて作ってるってことですね。プロテインもしっかりとありますよ。なるほど、やっぱりね、悪と戦うには
体を鍛える必要がありますから。で、ここはなんだろう、ロールパンナちゃんの、おお、プライベートビーチか、いや荒野になってるみたいです。先に進んでいきましょう。お、右の方には図書館がありますね。で、さらに進んでいきますと花畑にやってきたわけなんですが、ここは果たして何だろうか、かなり広い庭になってますね。アンパンマンの顔に、あ、なるほど、そういうことか。上から見上げると、まあ、このような形で、まあ、アンパンマンの顔になってるってことだと思います。すごいね。まあそこを考えて作ったってことか。本当だ、なんか動いたらアンパンマンに見えてきますね。続いて家の中にやってきました。お、ここはパン屋か。すごい数のパンですね。で、ハンバーガーも売ってるみたいです。パン工場併設のパン屋さんですということで、いやー、せっかくなんでパン食べていきますか。左の部屋はイートインスペースになってるみたいです。これはすごいな。で、先にはちょっと進めないみたいですね。で、奥の方には子供が遊ぶ用の、まあ、キッズコーナーも用意されてるみたいです。これはこだわりを感じることができますね。奥の部屋にやってきました。こちらはなんとパン工場になってるようです。すごいね。しっかりと家具も配置されてます。なんだかアンパンマンの裏側を見れた気がしますね。右の部屋にやってきました。で、こちらなんですが、なんとなんとジャムおじさんの研究室になってるみたいです。マジか、そんなところまで作っちゃうのか。ジャムおじさんの研究室、まあジャムおじさんも日々どうやったら美味しいパンが作れるか研究してるってことですね。2階にやってきました。で、こちらの部屋なんですが、アンパンマンや食パンマン、カレーパンマン、メロンパンナちゃんが寝る部屋になってるみたいです。おお、マジか、めちゃくちゃ部屋が可愛いね。まあ確かにこういう部屋で待機してるイメージがあるわ。おお、すごいこだわりを感じることができますよ、この島。さあ、そういったところでこの家を後にしましょうか。またまたジャンルが異なるエリアにやってきました。で、こちらなんですが、どうやらですね、夜空をイメージしてるのかな。なんか宇宙とか夜空とかそんな感じがしますよね。命の星のエリアです。なるほど、そういうことですか。そしてここにもしっかりとアンパンマンの前デザインが活用されております。お、これはかなりの完成度ですね。すごいな、そこまで考えて今のエリアを作ったってことか。さあ、今度は右の方に行くみたいですね。では後ろついていきましょうか。そしてここは雲の国をイメージされて作られたみたいです。これはかなり幻想的な空間ですね。お、すげえな。そして所々にお店もございます。おー、いいね。ちょっとそこで何か買っていきますか、せっかくなんで。で、待ってよ、なんか下の方にもどこかに繋がる道があるみたいですね。で、こちらは何でしょうか。あ、どうやらはしごで登っていくみたいです。さあ、せっかくなんで上登っていきましょうか。で、ここは何だろう。おー、なんか映えスポットらしきところにやってきましたね。眺めも非常にいいです。なるほど、勇気の花が咲く丘になってるみたいです。これはかなりのクオリティですね。素晴らしい。ここで以上になるみたいです。なので本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。あとはですね、島訪問専用の再生リストで、日常系動画の再生リスト、まあ、そういった様々なリストもございますので、よろしければそちらの方もご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。